い、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は称号チャレンジしていきたいなと思います。さあ、久々の、称号ですね、今回は純正用のオーダーの選手と、リアタイ用のですね、オーダーの選手の称号をやっていこうかなと思います。じゃあその前に、ピースを狙いでね獲得した S ランク契約書を引いていきたいと思います。神引きはホークスの持ってない選手ですね。もうスキップしちゃいましょう。そんな簡単には出てくれません。ということで今宮選手からやっていこうかなと思います。ぶっちゃけね、どっちにしなくてもいいので、まあ一番いいのは勝利の使者かな。まあ勝利の使者もしくは、まあそうですね、強心臓でも嬉しいかな。そこら辺の称号を狙ってやっていきたいと思います。もう本なしでちょっと全部ぶっ込むのはもったいないな。星3以上ついたらまあやめようかなと思って、一発で使者ついたんだけど、そんなことある？尺持つかな。この調子で行かれたらちょっと尺持つか心配なんですけど、まあさすがに勝利の使者一発でついてくれたら、もう十分なので、まあ今宮選手は終わろうかなと思います。まあいきなりはびっくりしますね。さあ続いてマッチやっていきたいんですけど、まあ同じくスピリッツが上がるね、称号ついてくれたらまあ一番いいかなと思います。まあそれか星3以上ですね。同値はね、丸選手以外は別に同値必要ないんで、まあ、正直何でもいいんですけど、さすがにパワー A じゃね、なくなると困るんで、コンタクトヒッターは一番まずい。パワーは下げないでください。まあかといってミートがねそんなに上げてもあれなんで、なんか今のところ微妙ですね。まあでも懲りずに本なしでやっていきます。ちょっと本は貯めたいし、他の選手に回したいんでね、まあいい称号つけばラッキーぐらいかな。さあ3以上。さあ打撃を極めし者はもう十分なんですけど、これはいいね。これはいい感じですけど、まあどうせならあと1枚やっちゃうか。あと1回だけやってマッチを終わりたいと思います。死者つかないかな、死者つかないかな、つきませんよね。ということで、まあこれは打撃を極めし者で終わりたいなと思います。続いてグラシアルやっていきたいと思います。まあ同値も狙えるんですけど、まあ同値はね足りてるんで、ミート A の方が嬉しいかな。ミート A もしくは、まあ、勝利の使者系かな。そこら辺を狙ってやっていきたいと思います。まあ、本当はね、グラシャル対談っていうのがねほぼ決まっていたようなものなので、まあ、A ランクね、これからの突用に残しておこう。待って、同値決まったんだけど、なんかちょっとそういう話してたら同値決まったわ。まあ一応いいんだよな。まあ同値決まってくれたら決まってくれたで嬉しいんですけど、まあ、残り2回で先ほど言った称号がついたらそっち優先します。一応ね限界突破コーチ用で残してたんですけど、まあ来年もね残留しそうなので、こんな感じでやっていますが、ちょっとパワー下げられるのもな。こんだけパワー下げられるんだったらこっち優先した方がいいかな。ちょっとこっち優先します。まあ、今のところね同値も決まるしミート A もなってるんですけど、まあ、ミート A 決まるなら星3以上がいいな。まあ、星3以上だったら死者の方が嬉しいです。逮捕。まあこれはシンプルに圧倒的パワーの同値で終わらせておきたいなと思います。さあどんどん行きましょう。続いてマルちゃんですね。マルちゃんは超特急で全同値狙えるんですけど、まあ、オーダー的にですね別に全同値欲してないので、まあ9位型になってくれって、まあそれもあんまりいらないんだよな。死者、まあ、やっぱ死者が一番かな。別に請求 A もなくていいから、まあ本なしで行こうかなと思います。まあ排出停止はね決まってるんであれなんですけど、これがなあと1個高ければ請求 A なんで、どうしよっかな。ちょっと本5冊使ってた方がいいか。まあ、せっかくなのでね、本5冊でやっていきたいと思います。まあ全同値決まってくれたら嬉しいし、9位請求型になってくれても嬉しいし、請求 A でも嬉しいです。だから結構幅広い。さあ魂の投球はこれはどっちも叶わなかったですね。微妙なのついちゃったな。まあしょうがない、これでいきたいと思います。さあ続いて石川修太選手ですね。石川修太選手は 9A かな、9A 狙ってやっていきます。なのでまあ本つきたらじゃない、本つきたらじゃない、これで決まらなかったら本使ってもいいのかな。さあ9位自慢は1足りないんですよね。ちょっとここは決めときたいんで本5冊でいきたいと思います。いや本ってすぐなくなるね。あんまりここ最近ね称号チャレンジしてなかったんであんま溜まってないね。さあ3、なんで精密機械なん、いらねえ。この精密機械はマジでいらない。マルちゃんについて欲しかった。そして、一番大事な称号と言っていいでしょう、ズレタ。まあ、大事な称号で1回しかね、称号チャレンジすることできないんですけど、もう同値狙ってやっていきます。
ミートパワーが、3-3なので、打撃職人か高級室だかな、可能性は限りなく低いんですけど、ここはねマジで決めたい。お願い奇跡の打撃職人、もう高級室は求めない、打撃職人でいい、星1でいい、お願いだから決まってくれ。嘘、決まったんだけど。そんなことある？今日やば、称号運。ちょっと喉いかれた今ので。決まるとは思わなかった、えぐ。同値決まっちゃいましたね。ということで、ホークスの純正の選手たちの称号は一通りつけ終わったので、リアタイでね使っている選手の称号をやっていきたいなと思います。まずは古田さんやっていこうかなと思うんですけど、 A ランク確かねあと2枚ぐらいあったんですよね。まあ、なので本一冊で、本一冊じゃない、本なしで、まあ、1回になるんですけどね、やっていこうかなと思います。まあリアタイで使うから同値とかいうよりは、まあ能力の上がるやつついてほしいんですけど、連続打撃職人、パワー下がっちゃうのちょっと悲しいんですけど、まあ、またね A ランク育成したら称号できるんで、まあ、とりあえずこれでね、やっていきたいなと思います。続いて称号決まったらリーグオーダーにも入れようかなと思ってる宮西さんですね。もう完全に同値狙い。まあリアタイで使うんだったら死者とかはありがたいんですけど、まあ同値決まってくれたらね、それはそれで本当に嬉しいです。うちょっと待って、ああ違うよね、今一瞬焦った。2差だよね、4差なわけないな、宮西さんが。めちゃめちゃ勘違いしてました。さあどっち、なんか今の調子だったら決めれそうな気がする。ほら、おやーちゃった、圧倒的な9位だった、圧倒的な請求に見えた。これがね、この2つがいい感じで合わさったら圧倒的な請求になるんですけど、まあこれは9位の方がいいかな。いや、この調子で、この調子で圧倒的な請求来たら完璧ですね。多分来ないと思うけど、いやーなんか惜しいやつ連続で2回引いてるからな、なおさら悔しい。高投手なんで全部星2なん。まあまだこっち、いやまあそれだったら9位の方がいいか。さあここが結構勝負ですね。落合さん、もう落合さんは絶対リアタイオーダーに入ってくるんで、めちゃめちゃいい称号をつけたいんですけど、まあ、もちろん望ましいのは驚異のスラッガーですよね。驚異のスラッガーで同値を保ったままミートパワー88になってくれたら、まあ一番嬉しいです。まあぶっちゃけ能力上がれば何でもいいかな。逆に死者の方が嫌だな、こっちの場合は。死者以外だったらまあ何でもいい。稲妻、パワーが88、まあまあまあ悪くはないかな。そしてカブレラですね。もうカブレラは完全にパワー S です。もうパワー S さえ、狙えれば何でもいいということで、本5冊でいきたいと思います。お願いだから決まってくれ、パワー S を増やしたい。2以上よ、2以上。3、4、スナイパーは、スナイパーは違うよね、2-1だもんね。うわー外した、ここ悔しいな、ここ外したの悲しいな。それでは最後にね、ミキサーしていこうかなと思います。もうもちろんホークスでやっていくわけなんですけど、もう千賀選手以外の持ってない選手ですね。特にモイネロは絶対いるんだよな。中村晃選手はまあリアタイで欲しいだけで、まあ、最強決定戦のオーダーはねセレクションの方がいいのでそっち使うんですけど、まあ、モイネロ、坂東さん、つもりさんは最強決定戦のオーダーにね入ってくるんで、ここ3人は欲しいかな。まあ、あと普通に政子選手好きなので政子選手も欲しいです。結構ね取っておきたいなと思った選手をね残してる感じなんですけど、ちょっと今回は思い切ってねミキサーしていきたいなと思います。渡辺選手はシリーズ1の適正 E の方がなんか面白そうだからそっち残しておきます。で坂倉選手は別に S ランクあるんで、まあ、坂倉選手、増田選手もいいかな。増田選手、あとさっき当たった源田選手と、どうしよっかな、小島さんいっか、小島さんもかけとこうということで、一発目いきたいと思います。どうだろう、2回3回できるかな。いやマジでモイネロがいる。モイネロだけはね絶対にいるんですよ。まあ、津森さんもいるな、まあ、言って坂東さんもいるんですけどね。そこら辺の選手は獲得しておかないとな。ここ最近マジでミキサーでニュー引けてません。そろそろお願いします。石川修太さん当たりすぎ。石川修太さん1個前のミキサーでも出てきた。これはさらに心を鬼にしてミキサーしないといけないな。ということで宮崎さんどうしよっかな。宮崎さんそっか高額消えてんのか、もう宮崎さんや。で宗さんもちょっとタイトルホルダーベスト9で当たってくれたらそっちの方が嬉しいんで、まあ宗さんと、マクガフもいっとくか。マクガフ、あとは松山さん、ちょっと前残しておきたいって言ったんですけど松山さんと、
どうしよっかな、中村悠平さんかな、森さんかな、ここ2人もねぶっちゃけベストナインタイトルホルダーで出てくるんで、まあ、どっちでもいいんですけど、どっちにしよっかな。なぜか知らないけど中村悠平さんなんかベストナインタイトルホルダーで引きそうだから、この5人でいきたいと思います。本当は残しておきたかったんだよな。じゃあスキップいきましょう。お願いニュー、いやーマジでニューコネ。それではラストいきたいと思います。ちょっと中途半端な圧縮になっちゃうんですけど、あ、どっちにしろ森さんここで混ぜるか、この5人でいきたいと思います。さあさあ、そこそこ圧縮してるから最後奇跡起こってください。モイネロモイネロ、うん、モイネロ、うん、モイネロだね、うん、モイネロが一番普通に嬉しい。坂東さんも絶対獲得しとかないといけないからな、まあ、ただ選択優勝来たら坂東さんかなと思ってます。ということで最後いきたいと思います。ニュー、うーん、ミモリン。